第103回全国高校野球選手権大会の第2日は11日、甲子園球場で1回戦が行われ、初出場の東北学院、宮城が3年ぶり13回目の出場となる愛工大名電、愛知、を5対3で撃破。エースの伊藤博夢投手、3年、が9回完投勝利。春夏を通じ史上初めて宮城県勢と愛知県勢との対戦が実現した注目の一戦を制し、初の大舞台で歴史的一勝を飾った。2回戦では松商学園、長野と激突す。打線は3回、西満塁から7番、山田が左中間へ走者一掃の3点的自打で先制。相手2番手、寺島の投じた低めの直球を捉え、味方の失策なども絡み走者3人が生還。5回にも山田の敵地3塁打が飛び出すなど、5対1とリードを広げ、先発の伊藤は4回に1点を失うも、6回まで4安打1失点と好投。7回は西2塁から9番、大森のレフトへの打球を追いかけた左翼の山田が足を痛め補給できず、これが敵地二塁打となって2点目を失うと、山田は治療のため一旦ベンチへ。山田はその後走って守備位置に戻ると、会場からは拍手。伊藤も後続をなんとか抑え、追加点を与えなかった。伊藤は8回、先頭の田村に1号ソロを浴び2点差とされたが9回完投で甲子園初白星。7番、山田が4打数2安打4打点の活躍で勝利に貢献した。愛工大名電、愛知は先発の田村が乱調。初回から制球を乱し、2回3分の1を2安打4四死球2失点で降板。代わった2番手の寺島も5回3分の2を6安打3失点。打線も田村が8回に意地のソロ本塁打を放つも2点及ばず初戦敗退となった。